はい、皆さんこんにちは。マンダリブレビジです。では、今回は、ギレンの野望、青木星の覇者、マクベプレの続きをやっていきたいと思います。前回、トリトン基地の攻略完了してますので、今回その続きになります。トリトン基地を攻略したことによって、オセーニア地域も、ジオンの、支配下に置かれましたということになっています。で、そのトリトン基地にあった核兵器貯蔵サイロが接収されたり、内部の調査を終えた後、再び閉鎖されましたということになってますね。これは前回の動画の中であったと思うんですけども、マクベの方が、いち早くこの核兵器貯蔵庫を発見して、それを他の大佐たちと共有するかどうかという選択肢があったと思います。で、その中では共有するっていう選択肢を選んだんですけども、もしあそこで共有するじゃない方を選んでいた場合どうなってたのかなっていうのがすごく気になりますね。なので、それをまた何かの機会にプレイをしていきたいなというふうに思っています。では、続けていきましょう。情報部より緊急の連絡。連邦軍のマドラス基地およびベルファースト基地にかなり大規模な部隊が集結しているようです。ベルファーストはイギリス、マドラスはインドなので、これは間違いなくオデッサに敵が攻めてきますね。なので、今回はその防衛戦になるんじゃないかなというふうに思います。陸戦用重モビルスーツドームの本格配備が開始された。これでじゃあ、補給からドームを受領できそうですね。さらに、ズゴックも配備可能。よし。これでだいぶ戦力アップするな。ただ連邦軍の方もね、モビルスーツの配備が進んできてますからね。ちょっと注意が必要ですね。マドラス、ベルファストに集結していた連邦軍がついに移動を開始。防衛戦が始まりそうですね。やはり、相手の目的はオデッサ。なので、オデッサの防衛戦ということになろうかと思います。オデッサはね、鉱山基地になってますけども、ジオンの乏しい資源を支える重要な拠点ですからね、ここは絶対に死守したいということで、マクベがここの基地司令になってるわけなんですが、守れるように、ドーム、ズボック、これを優先的に配備していきましょう。さらに、警戒区域のパトロール隊より報告が入りましたと、プランも言っているので、ちょっと中身見ていきましょうか。連邦軍、小規模な輸送部隊を発見。目的は不明ですが、主力部隊とは別行動をとっているようです。なんだろう。現状では手持ちの予備戦力はほとんどありません。近場の防衛部隊から戦力を抽出することも可能ですが、その分防衛ラインが薄くなってしまう。なんだろうね。ちょっと気になるので、じゃあここは攻撃隊を派遣しましょう。輸送隊であるはずがない。何かを輸送してるのかな。これはじゃあこの先が楽しみですね、ある意味では。工作員からも報告。レーベル将軍の側近を務めるエールラン中将。これは裏切る話じゃないかな。我が軍に内通する可能性があるとのことです。中将ですからね。同じ中将で言うと、ジオン軍で言うとドーズルも中将ですからね。交差資金 600AP 必要ですということか。これ、エルランは、レベルに感化されますからね。なので、ここはもう行わない。600AP をモビルスーツの補充に使いましょう。で、幹部会議3件なんですが、これ、いずれもマクベが提案発議している、将兵の転属規模ですね。これ3つとも、なんとか、通せるように頑張りたいと思います。では、3つのうち2つ通せましたが、ガルシアがやっぱり却下されましたね。サイクロプス隊を結成するには、まだ時間かかりそうです。では、モスクワに敵部隊侵入してきてますので、これも迎撃戦から始めていきましょう。まずは、やっぱりドムとズオックをしっかり補充してもらいたいと思いますので、そのあたりから編成を行っていきます。
ではですね、ドンムとズゴックを重点的に、補強して、モスクワの防衛戦を始めていきたいと思います。まず、ドンムに関しては、だいぶ数を増やしました。で、ズゴックは、サイクロプス隊、まあ、ガルシアが揃っていないサイクロプス隊になりますけども、そこに、前、中、後と、3列配備した形にしましたので、これで、一度防衛戦始めていきたいと思います。これで攻略完了になります。まあ、防衛戦ですね。やっぱり敵もモビルスーツ多くなってきてるので、特に戦術面ですね。先制攻撃をきちんと確実に与えていく、加えていく。そこは注意していかないと。輸送部隊追撃に向かった攻撃隊から報告。メディア5機からなる敵部隊を捕捉、全滅させた。これマチルダさんなんじゃない？メディアってことは。この部隊の指揮官はマチルダージャン中尉。やっぱりそうでしたね。レビュル将軍直属の補給将校です。そしてこの部隊の行き先はどうやら木馬だったようだ。レビルが木馬に向けて派遣した輸送部隊。これはじゃあ、ホワイトベースのね、補給を妨害できたということでいいのかな。幹部会議における協力の依頼が有利から来てます。例の木馬を撃破するため、思い切って黒い三連星を派遣するつもりらしい。マジか。今、三連星は、マクベの配下にいるので、これは、派遣されてしまうと、大きな戦力ダウンになってしまうな。で、これをどうするかというと、木馬に対しての派遣、三連星の派遣を反対してほしいという有利の協力依頼ですね。これはね、当然、同じ思いです。断固反対。これはね、結局、三連星を派遣すると、おそらく三連星は馴れ死するんじゃないかなと思うんですよ。ナレーション上で死んでしまうと思うので、ここはマクベの配下にずっといてもらいましょう。では、ここもね、幹部会議、うまく振る舞っていきたいと思います。まずはガルシアの転属。では続いてなんですが、これね、ドムを量産の対象にしてもらいたいなということで提案を行っています。ドム優秀ですからね。まあ、ただこれ反対派が多いな。ウォルター、ビッター、ガルマで反対か。ユーリとマクベだけでなんとか通しましょう。では最後に作戦部からの提案。これは有利からも協力の依頼のあった三連星の派遣の可否についてですね、もちろんこれは反対。しかも断固反対という立場でいきたいと思います。なんといっても三連星はね、マクベ隊の主力中の主力になってますからね。三連星を失うと大きな戦力ダウンになってしまいますから、ここは
断固反対という立場で、幹部会議にね、臨んでいきたいというふうに思っています。この有利の提案もね、至極もっともということで、あとは、派遣しない派に何人いるか、よし、有利、ウォルター、マクベ、まあ、重要な案件に関してはこう分かれるよね。ガルマとビッターは常に敵だ。はい。これは3年生の派遣を否決、つまり派遣しないという方向に無事持っていくことができましたね。危なかった。これ万が一負けるようなことあれば、本当に3年生が戦線離脱、さらに死亡するリスクも非常に高かったので、まあ、良かったと思います。では、タシケントに敵部隊侵入してきてますので、これの迎撃戦に入っていきましょう。で、ようやくガルシアをね、獲得できましたので、ガルシアを早速配備して、これで臨んでいきましょう。では、防衛戦開始していきます。はい、防衛戦完了してまーす。今回は危なげなくというところですかね。やっぱり敵のモビルスーツには味方のエースを当てていくのが鉄則ですね。撃墜される非撃墜率が全然違ってくるかなと思います。続いて、汎用モビルスーツ ZAC2F の2型、これは後期生産タイプになっているようですが、やっぱりそうは言ってもね、ドム、ズボックに比べると劣るんじゃないかなというふうには思っています。前回の海部会議の件について、ユリ・ケラーで各界より通信。これ前回協力しましたからね、そのお礼が来ているという感じですかね。続いて、報告が入っています。我が軍の前線の後方に木馬が出現。これは前回マチルダ中尉が補給に行った部隊、その先に木馬がいたという話だったので、この木馬がね、オデッサに向かっているという状況ですね。さらに3連星も派遣するのはやめましたからね。となるとオデッサで木馬がやってくるのかな。 900APを失ったという話なんで、まあ、ただ今回モビルスーツの補給が必要なさそうなので、その点は嬉しいかなというふうに思います。で、ウォルター大佐からなんだ、アブスト隊を我が軍に迎えたいというのがウォルターの狙いですね。まあ、ここはいいでしょう、承認します。はい、ではミンスクに敵部隊侵入という話になってますので、ここは防衛戦に入っていきたいと思います。
これで防衛線完了になります。敵のモビルスーツが本当にステージを重ねるごとに強くなってきてるので、もう今回もね、ドームが1個、1師団って言った方がいいのかな？ 1 列破壊されてしまいましたので、これは補充をしないといけない状態になってしまっています。では幹部会議、将兵の転属希望ですね。これはマクベの方からは出していないので、違う誰かが転属させようとしてますね。ガルマから、ボン・アブストね。アブストの取り合いになってるわけだな。ここは反対だ。ウォルター側につく。で、有利を味方につけましょう。では、続きを見ていきます。マクベ閣下。オデッサに敵部隊が侵入。いよいよ敵が入ってきたわけだな。ここでじゃあオデッサの防衛作戦を、指揮していきたいと思います。で、それにあたってはですね、増援部隊を要請しましょう。ウォルターに 600AP を送って派遣してもらう。よし。これで主力部隊のほか増援部隊が来てくれるという話になったね。で、忘れてはいけないのが、先ほどの戦いでドームを失ってますからね。ドームを補充。さらにパイロットも乗せておきましょう。編成は第一部隊のところですね。3連星も1人、オルテガがやられたので、オルテガをもう一度乗せ直します。で、ニムバスの前衛に当たるところにドームを配備。ここもパイロットをね、配備しておきましょう。ドアンだけかな？ドアンだけだと思いますが、そうだね、ドアンだけになります。じゃあこれで編成を終了。出撃。オデッサ防衛作戦始めていきましょう。こちらがオデッサのマップになってますね。敵味方ともに6部隊編成になっていて、ここにレビルのビクトレイ。ジムで固められてます。かなり強力そうですね。なので、ここはですね、せっかくここ、海じゃないね、川あるので、ここをうまく使っていければなと思うので、サイクロプス隊。ズゴックで固めたサイクロプス隊。言えてない言えてない。サイクロプス隊を前面に出していきましょう。で、サイクロプス隊が、ズゴックがね、水の中水中戦で頑張ってくれてる間に、味方が一気に攻撃を仕掛けられる距離まで詰めていくというのをね、ちょっと想定していきたいと思います。ズゴックは水中戦はもう強いですからね。これでオデッサの防衛戦完了しました。やっぱりね、6部隊同士の戦いになると、先制攻撃をいかに加えたかで、だいぶ戦局が変わってきますね。今後の戦いの参考によくなりました。で、オデッサ作戦が終わりましたので、これによってユーラシア地域の防衛は、成功したということになっています。マドラス、ベルファストの守りは薄くなっているので、これらのね、地域への攻略が可能になるのではないかなというふうに思っています。というわけで、今回はね、じゃあこのオデッサ防衛作戦をもって、終わりにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思いますので、皆さんも引き続きよろしくお願いいたします。
い、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。